いや、ゆうちゃん、まるかーい。やぶちゃんさん、おめでとうございます。菅田真中さん、YouTube 解説おめでとうございます。ゆうは。かーです。はい。今日は何？今日は復讐。あの、よし復讐の？いや、その復讐じゃない。へりくだること。それ復讐だな。あと、あるアーロンの必殺技。いや、それ、切りバチ。お前、トゥースガムだろ。ヒューガくん、自分が真ん中にいる意味を考えたことはあるかい？で、主役ってことでしょ。僕たち今まで間に合わなかった即出発だったり、残したら即下車みたいな企画をねやってきてるわけじゃないですか、うん、でもあれヒューガ君の鬼舞辻無惨企画ということでね、うん、いつも理不尽なわけですよ。ちぇ、バカを復讐では間違わないな。コメント欄でヒューガ君にやってほしいみたいな、うん、じゃああれはコメント欄がバカなのよ。バカって言ったら俺やるよ。ヒューガ君運転ばっかしてて性格悪いみたいな、あれ俺運転してなかったら取り手で企画だからさ。それはみんな思ってるけど、手としては僕たちが復讐ということでヒューガ君にミッションを課す企画となっておりますということで、本日の企画、間に合わなかったら即出発復讐編。本日はですね、休学以外の4人が一つずつミッションを持ってきてます。この間僕たちがやったその間に合わなかったら即出発っていうのを見てもらえば分かると思うんですけど、ということで、じゃあ今日僕の車で行きます。うん、行きます。マジか、ニジマスみたいや。4人のミッションを無事クリアしたら休学君が一人で車運転して帰ってください。うわっ、えぐい。じゃあ全員が一人で置いて帰って、対決にしたらミッション出してクリアされたらそいつはそこで降りよう。おお、めっちゃおもろいやん。だってヤマトの車って誰でも運転できるべ。それではやったかもしれん。さあ出発です。前見ちゃう、癖で。車の企画でカメラ見りゃいいのに。俺のことだけ見てる。なんでやねん。大黒摩季か。ちょっと楽しいんだけど、助手席でゲームでもやっちゃうヒュー。ゲームとか俺基本集中してたからさ、運転に。そうだね。じゃあ動物鳴き声ゲーム。動物鳴き声ゲーム、イエーイ。キジバト、ハンナーイ。キジバト、動物鳴き声ゲーム、イエーイ。犬っころ、猫、にゃーにゃー、ゾウ、いいね。人間、あったかいですね今日。猫、猫、アウトです。えはい、ということで着きました。今回ですね、前回のね間に合わなかった即出発を見ていただいた方だったら分かると思うんですけど、はい、前回ね、あの間に合わなくて置いてかれた順に出題していきたいと思います。1番手ゆうまくん、2番手あむりくん、3番手ゆうたくん、僕が最後です。この順番にねミッションをこうやっていきまして、ひゅうがくんがクリアしたらミッションを出した人が降りると。じゃあここで俺がクリアしたらゆうも降りると。はい、うん、なるほど。オッケー。ここはガスです、ゆうまくん。じゃあいいですか、うん、僕からの出題。前回僕が食べたコーヒーゼリーを10分以内で食べてきてください。はい、パーユーマに負けるなってことだろ。そうです。じゃあ測りますね、うん、それでは位置についてよーいスタート。これ余裕。じゃあよしよし、じゃあね、バイバーイ。ジェンキ、行こう行こう。いや、まあ鼻からひじき出てるよ。いや、ほら、お文字のひじき、文字だ。中指ちょ、ユーマ言われてたよ、お前コメント欄で。中指で人のことさすな。うん、違う違う、だけどうまいの聞いたよな。昨日のさ、面白かった話していいですか。個別撮影だったやん。ボンとさ、秋葉原行ってたの。あいつ運転してくれてたんだけど、すいやせん、右曲がらせて、いやしゃし。あいつのすいやせんがすごい面白かった。このすいやせんをちょっと流行らせていきたい。で、めちゃくちゃ笑ってて、で、俺が。お前な、話すときに笑うなや。臭いので降りてくださいとか言って、すいやせん、降りれやせん、みたいな。なるよ。ちょっと言えば見て。すいやせん、さっきの鼻くそどっか行っちゃいやした。すいやせん、俺もやったんでやってくやさい。だ、中指で刺すなよ。残すところあと5分ですけど。あと5分、うん、俺頼まれてないとかある。間に合わないんだよ。失礼いたします。ありがとうございます。すいません。ごちそうさまでした。まずい、そしてまずい。あの、来た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 、やべえ、危ねえ、やべえ、危ねえ。クリア、危ねえ、あと1分しかなかった。
よかった、クリアです。本当に焦った。やだ、やだ、また帰りたくないよ。わかんないよ、わかんないよ。てててて。道がわかんない。おいえ、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 おいえ。よくやった。みんなありがとうな。じゃあね、ゆま。じゃあねじゃあね、ゆま。パーン。お疲れでした。やった、早く帰る。いや、やっぱ、やっぱそっちや、やっぱそっちや、あれ、いつまで笑ってんの。もう笑ってんじゃん。追いつかないようにめっちゃゆっくり歩いてる。切り替えた、切り替えた。切り替えたね。落ちて落ちて、あ、きつい。ちゃんと痛かった。青くなってよろけてる。わ、車客であっちゃんが残ってる。やばくね。やばい、会釈はやばい。普通にやっぱ動物鳴き声ゲームでもやりましょうよ。動物鳴き声ゲーム、イエーイ。はいよ、ネコロ。巨乳の女性、反響はもんでパンパン。巨乳の女性、リズムの刻みがすごい。審査させろや俺らに。動物鳴き声ゲーム、パンパン。そう、貧乳の女性、パンパン。ネタニャー、ネコミャー、はい、ネコマラソン大好き、ヒロシな、それ。いや、あのスーツ着て、あの暗いところで独り言言う、ヒロシ。普通のヒロシないはない、名前ヒロシだ。確かに、せいはないで。え、司会者のあれでしょ、ヒロミなな。ヒロミ、お前何も分かってない。いや、それダメだよ。ジェンクス、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 ジェンクス。めっちゃ喋んの。ユータは勝ってたね。国名負け。国名負け。バンダリー、アサヤ、バー、ドエイジ、バンド、エイジ、中井、マサヒロ、中、イマサヒロ、ナ、カイマサヒロ、キム、ラ、ユイチ、ゲーム、タックだ。やばいやばい、フルネームじゃダメなのかなと思って。チャクラみたいや。運命は結局で極楽、トンボ、ゴク、情の女の子。もう一回いける、言うた。四千頭、シンゴトウ。シンゴトウ出る。ほい、チャック。地元のサミットつきました。はい、続きましてアムギリ君のミッションでございます。僕は以前スーパーで脱落しました。僕も飛躍に脱落させたい、そう思いでここを選びました。僕お腹空いてるんで、パップイナにカレーパン買ってきてます。おー、マジでパシリや。際どいライン。そうやね、焼いたりしてるから。いきます、維持について、用意スタート。待って、はい、ドーン。でー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 、絶対間に合うぜ。絶対間に合うぜ。非常階段から降りてやる。アムギリ、はしゃいで、アムギリ、はしゃいで、はしゃいで、はしゃいで。ヨナミネルイさんのはしゃぎ方、ヨナミネルイさんの。うん、そう、どのかも。すいません、この前大丈夫です。よし、結局ね、エレベーターなんて一個も使わない俺はね、ヒーローなんです。うわ、早っ。早っ。お前自分の分買ってきて。マジ俺階段とか8段飛ばしてる。ガチ、めっちゃくちゃ走った。3分30秒です。やばくね。じゃマジで気になるの。このまま歩いて大丈夫ですかって言ったらいいよって。このまま歩いちゃって大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ありがとうございます。じゃあお疲れ、アメリカ。めっちゃうまそう。うまそうよ。抜群にうめえな。俺も一口食べたいわ。いい音。きめ細かいとこまで気使ってるわ。一番気使ってるかもしれない。あ、マジで。どんぐらい気使ってんの。俺、境外の作務用紙踏まない炭治郎。気使ってたら、あん時の炭治郎気使ったよ。なくなる、ちょっと。あ、もうマジか。あっちゃんかっこいい。Vlog みてぇになってんだろ。でんぐりさん、これ夢の続き流れてたの。飛び越えてく。ゆた、最後の歩き返してくれ。行きます。アムギリパーン。なんでそこ言うの。俺には任せろ。映ってるまで映ってる。おい、空港に…はい、なくなった。なんか友達とも別れですね。ちょっとね、単純にね、お腹にも来始めた。わざと2人を先に下ろしてるみたいなの全然違うからね。順番だったからね。まあまあまあ、緊張してもしょうがないんでゲームやりましょう。3人で分けっこする。名刺名分けっこゲーム。G ドラゴン、 G ドラゴン、 G イプ、 G G ホープ、 G ヤード。
あ、もうついちゃいました。目の前にマクドナルドがここは僕です。僕が課すミッションはマックグルーリー注文してこれ戻ってきて食べきるまで6分。ああ、ま、道中とかもクリアしていい？なしですよ。東海道中居酒屋はなしで。じゃあ帰ってきて道中食い始めた。オッケー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 。いきます、よーいスタート。これ集中しないか分からんね。マックグルーリー1つカップでそのままもらっちゃっていい？お願いします。あ、ありがとうございます。あ、本当ですか。ちょっとこれ出るんで、コムドットお願いします。ありがとうございます。やった、なんか視聴者の方がいた。 YouTube のメンバーの名前が思い出せなくて、特徴を言うから、うん、ドイツかちょっと分かんない。コムドットっていうグループ名なの分かった。これ、うん、早すぎない？いただきます。うわー、名前ないんだ。飲み込み早かった。許さないなー。すまない。あ、そんなに普通のデザートやん。じゃあ減らしちゃうよ、もうこれさ。あと56秒しかない。はい、あみっともいわないとマジやばい。設定タイムをミスってそれでももう食い終わりそうだから2秒にしてパッてやって BB をやばい、マジでやばい。やばい、マジきつい。ていうかおめでとう、うん、頑張れよ。やがれよ、やがれよ。じゃあねみんな、バイビー、アデュー、アチュー。それも帰っていい？なんで？じゃあねユータ、ファミリーじゃないのよ。じゃあね、じゃあね、やがれって。ちょっとだるいよ。やめて、関係ないでしょ。僕いいよ、そういう彼女目線みたいな。俺もやめるタイミングわかんないから。あら、よい。ふざけんなよ。ヒューガ君、よくぞ残ってくれました。ヒューガ君残ってくれると思ってました。これラストミッション。とんでもないもん用意してあるんで。いや、これね、本当に、ユータじゃ無理だと思う。さっきのマックフルーリーとか。どうぞ、どうぞ。逆についてくる。俺についてくるって。ワンチャン。ラスト着きました。ということでね、ここ、松屋に着きました。前回ね、僕とユーマとね、この牛丼の波を1分で食べきれっていうのに脱落してますから。逆にヒューガ君に復讐としてね、やってもらいたいと思います。いや、無理だよ。で、車に戻って車でしょ。あ、じゃあ、エモトどうする？俺ついてく。ということで、今回の旅のラストミッション。はい、牛丼並盛り5分以内に食べて車の中に戻ってこい。甲子園のスタンドとか見ればわかるでしょ。これ応援とね、ないとあると全然違うから。これね、中学校の時バスケやってた人わかると思う。これね、応援あるとないと全然違う。いや、みんなわかるでしょ。応援あるとないと全然違う。これね、サッカーやってた人はわかる。だからわかるでしょ。位置について、よーい、スタート。この時点で3分よし、さあ3分切りました。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ああ、うまかった。よっしゃー、一緒に帰らさせてください。帰り道つまずくなよ。すごかったですよ、さすがに。こんだけいろんなもん食わされたりしてさ、帰りそれをじゃあ讃えながら帰りたい。鍵取りやすかし無理。あ、もう話全くできないよ。お前、乗車の皆さん、彼をタコ殴りにしてやってくそー、お前だけ。お前が運転するの何？帰り俺の運転。お、やっと行きます。降りろや。何こいつ、舐めた世界で生きてきた。こいつ環境よ。こいつ全然藤の花の森から出たことないよ。お前約束守れや、人間男。お疲れ。その車は本当爆発しますよ。友達の車をジャックして帰ると気持ちいいね。これ食ったよ。ん、ちょっとね、今日見てくれてありがとうございます。なんていうのかな、やっぱその今日も見てくれてありがとう。バイバイ。動画バイビー。